田久保武志のスピリチュアルライトトーク。田久保武志です。このラジオは心理ど真ん中のスピリチュアル情報を日常に生かすヒントとしてお届けしています。今日は心に余裕を持つ秘訣と方法、その効果についてお話します。先日車を運転している時に実感した大変効果的で大きな良い影響をもたらす簡単な方法ですので、最後までお聞きになってぜひ日常に取り入れてみてください。私が飼っているペット、まあ、モルモットのねペットがいるんですけど、定期的に動物病院に通ってまして、今日その日だったんですね。で、運転をしながら、まあ、当然ペットを乗せてるからね、優しい運転を心がけてはいるんだけれども、多分そういうプロセスの中で生まれた発想だったと思うんだけれども、あ、そういえば最近忙しくてね、心に余裕がないなと思っていた時に、あ、そうだと、あれを実践しよう。何を実践したか、そのあれって何かっていうとね、目に見えるいろんな人たちに対して光が降りてくるイメージをするっていうことをよくやるんです。例えば車を運転していて、信号待ちしている時に横断歩道を渡る一人一人に対して、その人の頭上から清らかな光がね降りてくるような、もしくはアンマというね大使、またムリタナンダマイ大使っていうねインドの聖者がいるんですけど、その方がね推奨している瞑想があって、それはこう花びらがね、たくさんの純白の花びらが地球上に舞い降りてくる、いろんなところに舞い降りてくる、そして自分の頭にも降り注いでいるみたいなね、そのイメージもよくするんですよ。信号待ちした時、隣に一緒に止まった車の運転手さんを見ながら、その人の頭上からたくさんの白い純白の花びらがね舞い降りて、今日もこの人がね健康で幸せでありますように、いいことがありますようにとかね、ちょっと本当に一瞬だよね、もう1秒ぐらいかもしれない。歩道を歩いてる人たち、自転車乗ってる人たち、それから対向車のトラックの運転手さんとかね、そういった方にも平安で幸せでありますようにって、ちょっとね光のイメージをして、その人に光が降りたり、もしくは花びらが降り注いでるようなね、そういうことをやってみたんですね。実はこれ、私が習慣にしているジョギング中にもよくすれ違う人にやってたんだけど、それの車の運転バージョンをやったわけです。そうしたら、ついさっきまで、ああ今日もあのこともやんなきゃいけないし、このこともやんなきゃいけないし、でもなかなか予定通りに進んでない計画もあるなとか、そういったことでちょっとね心がイライラしたり、せわしなくなってたような心がみるみる余裕を持ってる状態、あの余裕を持つ状態という言葉がすごく適切ですよね。そんな状態になってくる自分に気づいて、ああそうだったなと、これ忘れていたなと、これ全然お金もかからないし、そんな労力もかからないし、自分の心が余裕がなくてイライラしてたら、むしろ憎まれ口を言ってしまうようなね人もいるかもしれないね。そういう意識状態によっては、ちょっとマナーの悪い運転手さんとか、まあ、もしくは自転車とかね見た時に、なんだよとかね、そういう風になってしまうかもしれないけど、そうやって気持ちに余裕があると、一瞬はイラッとする時があっても、あ、でも見えなかったんだなとか、何か急いでらっしゃるのかなとか、そうやってねすぐにこう自分自身を修正できて、すごくね気持ちに余裕のある状態、心に余裕のある状態、当然波動という観点から言ってもとてもね良い波動になるから、例えば微妙に行き過ぎちゃっても大丈夫だなってタイミングで歩いてくる横断歩道を渡ろうとするね歩行者さんにも早めに気づいて、スッと止まってあげてね、まあ当たり前のことなんだけど、でももしかしたらイライラしてたら先にギュッて行ってしまったかもしれない、もしくは黄色の信号も強引に行ってしまったかもしれない、でもその強引さによって何か望まないね事故を呼び寄せてしまったかもしれないようなことすらも未然に防げてる効果もあるなっていうふうにも思ったんだよね。特にねこの車の運転中っていうのは、車を運転される方は身に覚えがあるかもしれないけど、自分の心の状態を普段は安定してても、なぜかちょっとしたことでイライラしちゃったりとか、ちょっとしたことでねムカッときちゃったりとかして、でそれを引きずったまま運転してて、本来しなくてもいいようなミスをしてしまったり、事故に発展してしまったりすることってね結構多い環境だなというふうにも思うんだよね。何も特殊な技術もいらない、すれ違った人に対して良い念を送るだけでも、これだけ自分の心に余裕を持つことができる、良い波動になるんだったら、そしてこの情報を聞く人はね、まだまだ限られてるかもしれないけど、でも一人でも二人でもそうなることによって、もしかしたら望まない
いろんなね、ミスとか事故というものを一つでも防げるんじゃないかなって運転中に自分で思ったのでね、あ、これはぜひラジオでご紹介しようと。簡単にできるし、まあ私の場合は、この方が今日も健康で幸せでありますように、そういう念を送るか、もしくは光が降りてきたり、花びらが降り注いでいたりとかね、ほんの一瞬、一秒もかからないぐらい。なので、これは誰にでもおすすめできるなと思ったんですね。黎明の著者の芦原美穂さんもね、よく講演会で言ってたんだけど、芦原さんの言い方は、例えば朝、通勤の電車に乗ってる時に、向かいに座ってる人が、ちょっとね、疲れてるような、落ち込んでるようなね、元気のなさそうな人がいたら、むしろその人に向かって、この人にとってね、今日いいことがありますようにとか、幸せでありますようにっていう念をちょっと送るだけで、実は言葉には出してなくても、我々の精神領域、その想念というものは直接影響を与えることができるから、ぜひそうしてくださいねと。ちょっと想念を送るだけで、ものすごい大きな奉仕になるんですよって、いうことを言っててね。これは、まあ聞いてしまえばそうかもなって思うかもしれないけど、でもこういうことを知らなかったり、意識してないと、普通に、なんだあの人元気なさそうだなとか落ち込んでるなとかで終わってしまう。どっちかというとそれを、落ち込みをね、もっと強化してしまう可能性すらあるので、そういう人を見たら、むしろその人に少し元気を届ける機会を与えられてるんだなぐらいの気持ちでね。もう本当に簡単でいいのに、この人が元気になりますように、幸せでありますようにって。でね、それはね、その人に届いてんだけど、同時に実は自分に届いてんだよね。だから、もっと元気な顔しないよとかって言うと、ちょっとね、そういう荒い波動が自分の影響にもいってしまうかもしれない。でも少しでも優しい気持ちで、この方が今日も健康で幸せでありますように、元気になりますように、本来のね、自分の力が発揮できますように。それは相手と同時に、本当は同じ根源である自分にも言ってる。そしてそれを思ってる自分がある意味で一番最初にその影響を受けてるっていうね。そういった言い方もできるので、これはお金もかからないし、そんな労力もかからないし、ちょっとした理解とちょっとした意識だけで実践できて、でもそのことによって、周囲に与える影響は絶大だし、もしかしたらその一人一人が増えただけで味わわなくてもいいような何かね、大変な出来事とか事故とかトラブルというものを未然に防いでるかもしれないっていう、まあ起きないから、自分がやったことがどれだけ効果があったかっていうのはなかなか測れないかもしれないんだけど、やることそのものに意義があると、そんな理解をしていただいて、今日のねこの話を聞いてね、そうだなって思われたら、今日から早速実践していただけたらいいかなって思います。今日の話は以上です。参考になりましたら、いいねやコメントでお伝えください。またチャンネルのフォローもお願いします。このラジオでは、スピリチュアル、精神世界ジャンルの疑問・質問なども随時受け付けております。私が目に見えない世界の法則、その仕組み、霊的真理の理解を深めた自分探しの旅、そこから見出した本当の自分、普遍意識を悟る方法は、ブログ記事や無料のメールセミナーで公開しておりますので、ご興味がありましたら概要欄からチェックしてご登録ください。それでは次回の放送をお楽しみに。ありがとうございました。